古代エジプト第十二王朝の初代ファラオ。第十一王朝最後の王メンチュヘテプヨンの治世。第二年に王のための石棺の材料を得るために派遣された遠征隊の司令官の名前が最小のアメン・エムハトであることから、このアメン・エムハトとアメン・エムハト一世は同一人物であり、クーデターによって王位を散脱したのであろうと言われている。ただし、 第十一王朝の最初、アメイエムハトとアメイエムハト一世を同一人物とする確証はなく、慎重な立場を取る学者もいる。即位直後に軍隊を率いて反対派の諸侯や、ヌビア人の抵抗勢力を鎮圧し、皇国時代の首都メンフィスの南に、二つの土地の征服者という意味の新たな都市と上を建設し、全王朝が都とした定部から戦とした。これには、 上下二つのエジプトの中間に位置する位置と位が、統治を行う上で、テーベよりも戦略的に優位だったというだけでなく、自らの王権の正当性を確保するという目的もあった。また、第一中間期の間に増大した州知事たちの権力を徐々に急ぎ、国土の中央集権化を進める改革に着手した。その姿勢は、王が新たに加えたウェヘムメスと、 申請を繰り返すものという称号に現れている。地勢20年目には改革の一環として、古代エジプト市場で初めて共同統治のシステムを導入し、大継承の安定化を図った。共同統治者となった息子センウセレと一世は、国境線の維持や領土の拡大など、主に軍事の統括に当たった。アメン・エムハと一世は、地勢30年目に衛兵によって暗殺された。 当時、遠征に出て、首都を不在にしていた、センセレト一世は、不王暗殺の知らせを受けて、殺球に帰還し、直ちに混乱を収集して、単独の統治者となった。これにより、共同統治者の存在が、王位三奪の防止に有効であることが証明され、以後第十二王朝では、不王が王子を共同統治者に据える伝統が受け継がれていくことになった。ありがとうございます。